住んだのはめちゃお金持ちかもと思ったんですけど、日本語できますか？日本語ちょっとだけ。友達が日本のグッチで働いてて、それで、なんで、日本は多分大阪が一番フレンドリー、大阪が一番フレンドリーで喋りやすい。めっちゃなんかみんな、あ、いらっしゃい、いらっしゃいな感じが大阪だけしかないかも。いろんなことを言ったんですけど、そんな雰囲気じゃないですよね。東京はちょっと冷たい。雰囲気がそう。そうね、でも、大阪の人が東京に行っても冷たいと思う。だったらあるよね。東京も面白い。でも日本人が韓国のイメージがクラブがすごい大きい。クラブはそんなイメージありますか？クラブバンタンで。わあ、でも分からなかったんですよね。大きい大きいし。大きい、はい、どうでしょう。あと音、ミュージックの音がいい。韓国のさクラブって有名じゃん。これが分からなかったんですよ。有名で日本よりもすごい規模が大きい、綺麗、音がいい。ありがとうございます。綺麗な女性が高手だから一番ありがとうございます。君とも違うかな。おいくつですか？28か。27か。若いじゃん。若くない、一緒ぐらい。誰か飲みたいですか？じゃあ、こっちのするかも。同い年ぐらい。ありがとうございます。嬉しい。32です。聞いた時の美声の対処が付き合うの人も20歳の女性だったんですよ。パパ勝ちですかって言ったんですけど、わかります。でも太郎さんがあまりイケメンじゃないから。なんでパパ勝ちじゃないから。愛か、わからないけど。日本はライブ、ライブ携帯で撮るのダメ。ダメ。日本はダメ。わあ、これ分からなかったんですね。なんで？でも韓国のアイドルは韓国でライブしたら撮ってもいいんだけど、日本に来たら撮ったらダメ。日本やからダメみたいな。あ、そうなんだ。それがライブの場所で撮るのはダメ。日本語うまくいけない。ルールが難しい。ルール。じゃあダメです。私分からないとダメです。全然わからなかったんです。これ結構びっくりしましたね。全然わからなかった。ジャニーズ。ああ、ジャニーズの問題か。結構韓国でも結構ビッグな問題ですよ。ジャニーズ。全部なんかジャニーズがな、
大丈夫だよ、ラフィタですけど、キャリスマがいろんなこと見て無理じゃん、これはなんか絶対よ。こういう大人にはね、これジャニー、これジャニー、キャリス好きじゃないんだ、ほぼいいじゃないですか。ごめんなさい、ジャニー、これ日本人問題だね。ハイボールだよね、ハイボール、ハイボール、ソウル、今ソウルです、ソウル、はい。出身はどこなんですか？デボですけど、釜山は近いです。釜山近い。でもなんか繊細な場所みたいですよ、ね、らしいね。なんか話したのがちょっと違うかも。片付けられた。そうなんですね。これあげるステッカー、あ、ありがとうございます。スーパージャップの6周年アニバーサリー。あ、私見たんですけど、あ、そんな時に日本に来た、ね、はい、あ、だからめっちゃ、あ、私これいっぱいしたんですけど。あ、ありがとうございます。そうな、ありがとう、ありがとう、バイバイだ。新規ですよ、新規です。あ、ここガールズバーです。バッシャー、ありがとう。ゲスローだよう言われる、よう言われる。最近だ、ほんまに。ゲスローだ、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 いいと思う。重要なことになったら、お疲れ。携帯見つかった、はなはなね。わ、どうしてわかりますか。おあれ、私探しました今。これ助けてねって言う。エビフライト、エビフライト聞いてるから。ついてた、ついてた。嘘。本当ですか。でも、店のエプロン。頑張ってください。ありがとう。じゃあ、じゃあ。じゃあ、じゃあ、じゃあ。難しい感じ。大事か、質問はない。そうすか。できません。できないですよ。ちょっと勉強中、今。おー、来週。クマママ、おはよう、クマママ。何しよう。めっちゃ生えてる。なあ、マグロキャッチですか？休みがある。あ、そうか。めっちゃ好きや。あ、ハラハラさんのことだ。はい、私は。毎回休みの話してるから。何を？山崎ヤクザって。YouTube 欲しい。はい、はい。シーカーサーで。大丈夫ですか？ありがとうございます。全然大丈夫ですよ。もう大丈夫ですよ。知らなくても大丈夫ですか？ありがとうございます。どっちかというと、かわいい。おとついよ。男も大事で、7人ぐらいで。ステキしてないでしょ？あ、来てくれた。ガチャの真似して。向こうおったわ。正解。来たら来てくれるか。ありがとう。酒やってよ。いや、してないやったんですよ。で、全然、片だけ飲んで帰ってくださいって言って。片どうやったんだろう。仕方覚えてないな。あの無駄遣いは無駄遣いじゃない。何千円かくれ。間違いない。間違いない。51個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 。それ作る目はおもろいですよ。めっちゃ綺麗。ちょっと太ってしまう。全然わからなかったんですよ。いやいや、僕何歳？俺火曜日から。いっぱいかも。すいませんね。62です。あ、そうですか。今年62。日本の人たちは全部若いかも。日本の人たちは全部若いかも。東京の方が決め細かいっすよ。マイマザー、マイマザー、そうなの。大阪は大阪なんですよ。日本のトップオッパーが集まったんですよ。私は本当に早いですよ。分からないから、私は分からない。あいや、ありがとうございます。俺組んでる、組んでる、組んでる。あ、私も組んでる。チェヒーお願いします。あれ、悪いな。あら、じゃあ、好きです。ありがとうございます。武道を信じた結果や。お願いします。私年下だからこれダメですよ。パフォーマンスとはでも、あーでーお願いします。3着処理してください。はい、で現在旅行して一番3、4、0飛んでいきます。でも大阪大丈夫じゃないですか。大丈夫、全然問題ない。なんか日本もなんか夜に旅行するのも大丈夫。やめる気はないやん。やめたらいいやん。やめたらいいやん。めっちゃめっちゃやめただいま。マリファナショッタンもうやったらもうなんで嫌いですか。いや、同じぐらい、36、8、下です。まあ、24ぐらい、24、4。
私32です。そんなに見えないですか？見えない。ありがとうございます。でも私韓国行ったら私は35か6って見えます。見えない。日本にいた時にめっちゃ嬉しいからありがとうございます。なんか心に似せたらめっちゃスペシャルです。スペシャルです。サンキュー、カムサムニダーン。あれか、座長がめっちゃスペシャルから。ミーママイムニダーン。ママというのがめっちゃ韓国には言えない。誰がおっさん出ちゃったおひげメイクな、おひげメイク。あ、ジュマやだ、ジュマ。アイゴアジュマ。アイゴアジュマって誰がおっさん。アジュマ黙ってアジュマ。サッコお前おもろいな。かわいいで。カモさんにじゃあ。いっぱいおごってくれたわ。お酒ワンドリンクおごってくれた。あ、本当ですか。なんで？じゃあ飲んでくる。好きだから。だったらチームお願いします。なんでいつもですか。上手冗談です。ありがとうございます。お前の金玉、お前か金玉なんかついてないの。めっちゃ性格いいです。どうだと思いますか。だったら大丈夫です。ありがとうございます。いや、めっちゃ似合う。アニマの力です。そうや、頑張る。はいはい、行こう行こう。ありがとうございます。私もお勘定お願いします。お勘定、とても楽しかったです。ありがとうね。また大阪来たら来て。はい、うどんとてもいいですか。もちろん。ありがとうございます。またねー。ありがとうございます。ありがとうございます。매일일찍가야돼서오늘여기서심하게하는데다행히너무좋게봐주셔가지고오늘도재밌게놀다가돌아갑니다。너무좋으신분들너무많이만나가지고아참문제네요。하여튼꼭오시는거추천드립니다。그럼저는이제숙소갔다가좀자고내일아침일찍가보겠습니다。빠이